皆さんこんばんは。おうちのソムリエホムリエ講座です。まあ、1月の中旬になるとちょっとそろそろバレンタインで今年のチョコレートどうしようかなともう考えている方もいらっしゃると思いますが、このご時世ね、なかなかデパートのチョコレート売り場混み合ったところに行くのもなって思ってませんか？そういった時にチョコレートはたくさんもらうでしょうから、今年はね、チョコレートに合う飲み物をプレゼントしますなんていうのはどうでしょう。今日はチョコレートにおすすめのワインとウイスキーのお話をしたいと思います。チョコレートに合う飲み物ね、まあコーヒーなどね合うんですが、まあちょっと大人として、まあ、お酒などを送る際、まあポイントとなるのはチョコレートといっても、ホワイトチョコレートがあったり、まあオレンジを使ったオランジェットがあったりとか、あとねトリュフや、あとね、まあちょっとこうフルーツ系のチョコレートなどいろいろありますが、まあ今回はちょっと難しく考えずに、よくチョコレートにあるこのこう香ばしくてちょっとこうビターな感じというのを、まあ樽を使っている飲み物ということで、まあコクのあるワイン、そしてウイスキーのお話をしたいと思います。本命の方がいらっしゃる方におすすめな、まず今日はちょっとね私の中での2本をご紹介したいと思うんですが、じゃん、まあポイントとしては、例えばワイン、極端なこと言うとピノノワールかカベルネソービニョンかって言った時に、ピノノワールのように繊細で華やかで酸味のあるワインというのはちょっとねビターな感じのチョコレートにはなかなか難しいかなと思います。どちらかというとコクがあって渋みのあるポリフェノールたっぷりの、まあ、こういったボルドーのワインだったりとか、少しスパイシーな感じのあるシラーなどをおすすめしたいと思います。そして本命、これはボルドーのマルゴー村産級のシャトーサンテクジュペリ。この言葉でピンとくる人、そうです、星の王子様。この星の王子様の作家であるサンテクジュペリさんを、まあ、先祖に持つシャトーなんですね。なんか、あなたは私の王子様よっていうような方にはぜひねこのワインおすすめしたいと思います。そしてまあ、モテモテの彼、モテモテの人にちょっとこう送るには、このハートのマークのサンテステフ村、ボルドーの北の方にある、一番北の方にあるシャトーなんですが、カロンセギュール、このハートのマーク、ね、有名かと思いますが、実はこのシャトー、18世紀当時にこれを持っていたセギュール公爵、この方はですね、まあ、名だたるシャトーラフィットとか、もしくはシャトーラトゥールなどもね作った方なんですけれども、我シャトーラトゥールラフィットを作りしも我が心はこのカロンにありっていうことで、このハートのマークが描かれています。ですからモテモテの人いろいろいらっしゃるでしょうけれども、あなたの心は私をねなんて言った時にね、これをそのストーリーをちょっとお話しして差し上げてはどうでしょうか。まあ、いずれもね、まあ、1万円以上するようなワインではあるんですけれども、ここぞといった時、チョコレートも結構今高いでしょ、そういった時にこういったワインは印象に残るんではないでしょうか。または最近、まあ、アムールとかアモーレとかね、まあ、フランス語やイタリア語で愛という言葉のワインだったり、ハートのラベルのワインなども多くありますので、そういったものをね、まあ、ギリチョコ代わりにちょっと送ってみるのもいいかと思います。そしてもう一つおすすめなのがウイスキー。まあウイスキーといってもいろいろあるんですけれども、あまりこう海の香り、要はヨードの香りのするピートコーンの強いものはちょっと避けておいて、まあシンダルをしっかりと使っているものだったり、まあ色の濃いタイプ、例えばまあバーボンウイスキーなどもそんなにお高くなくて、まあウイスキーだとねちょっと長く飲んでいただくので、多分ね一気飲み一日で飲むということはないと思うので、印象に残りやすいんではないでしょうか。ポイントとしてはワインを送る際にはあまりこう酸味のあるものやフルーティーなものをちょっと避けて、まあ、白ワインでもそういったものは避けて、まあ、樽のニュアンスのあるコクのあるタイプの赤ワイン、ウイスキーであればちょっとこう甘やかな樽の雰囲気のある香ばしいタイプのウイスキーなどを選んでいただくとチョコレートには合うと思います。
ぜひ今年のバレンタインでちょっとチョコレートを悩んでいるなとか、チョコレートもなんかいろいろ送りすぎちゃったなって言った方には、チョコレートに合うお飲み物ということで今日はおすすめしたいと思います。それではまた。